皆さんこんにちは。今日は2024年5月18日放送の黒執事寄宿学校編第6話、その執事作動のネットの皆さんの反応をまとめました。この動画が良いと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは早速どんな意見があったのか見ていきましょう。クリケット、野球みたいだな。毒盛るのはレッドカード級の反則だろうに、かわいそう。クリケット大会で下水手段で勝利をつかむブルーハウス軍団、本当に紳士あるまじき行為を平気で実行するクズ野郎と悪魔執事です。決勝戦は謎の校長の出現で行動を開始するセバスチャン、本当に主人公たちはクズだなと思いながら見てしまいますね。クズ最高です。毒は見て爆笑してる。デザイトオーケストラ打法でクリケットを戦わしえる。目的のために手段を選ばないファントムハイブのやり方好き。メイリンやラウも登場して懐かしさを感じるね。ようやく校長が登場して本編が動き出しそう。ヴィンセントとディードリヒの話はすごいけど、リジーパパって結構若かったんだね。今回のクリケット大会でシエルたちの悪い顔が見れて嬉しいけど、ほんと卑怯。グリーンハウスとの決勝ではエドワードに勝てるかどうかだね。なんて下品で上品なんだ。必殺技描写も凝ってるし、こういうところが大好き。そして音楽に合わせて合図を送るのはワンアウトですね。久しぶりに見ました。やはり野球はズルが勝つスポーツ。野球じゃない？6はすごく頑張ったんだなに笑い。展開がめっちゃ早くてビビりましたけど、内容もいろいろありすぎて録画再生リピートが止まらないんですけど。悪い顔は父譲り、腹黒さは息子が上か。汚い。文字通りやることが汚い。だがそれでこそ我らが坊ちゃん。今週もわちゃわちゃ楽しかった。プリーフェクト4はブルーアー派なので、もちろんブルーハウスを応援してるけど、紳士のスポーツクリケットでやってることがえげつねえ。シエルガナ、ハーコートターン、涙。6話も面白かった。放火といい、下剤入りミートパイといい、どんな手を使ってでも勝ちに行く坊ちゃん、さすがです。ゲス顔も最高でした。ハーコート君のことは忘れないよ。6話は執事セバスチャンが結構登場してて嬉しかったです。校長を見つけた時の赤目セバス、あ、ミカエリス先生とのお別れの時まであと何話か、しっかり目に焼き付けよう。メガネセバスを。エリザベス父様は一方的にシエル父様を嫌ってたね。劣勢ゲームにはズルをしてでも勝たねば。シエルの悪意顔、ハーコート。田中は見抜く麦人さんになってる。音楽が合ってない気が。合図シンバリやっけ。校長登場、セバスチャンは姿が見えるのか。ずっと欲しかったんだよね。忠実なドイツ犬、目的のためならどんな手でも使うのがファントムハイブ不死。父の所業は夫人の顔でわかる。卑怯な手段は隠密で美しかったよ。ハーコート笑い。推しのラウも登場し、クリケット界楽しい。笑う。ニュータナカさんは麦人さんなのね。第6話のエリザベスも可愛かった。ハーコートくん、シエルのヴィランズっぽいお顔と、最後の服を瞬時に脱ぎ捨てるセバスチャンがかっこいい30分でした。第6話過去パート見ると、シエルは性格もお父さんそっくりなんだな。ディーデリヒは約束は違えないところが気まじめ、ドイツ人だし若かりし頃ハンサム。現在パートは美しい絵柄でひどいことして悪魔だな。ハーコート君になんてことを。田中さんお茶目かわいい。原作でも寄宿学校編の中でお気に入りのクリケットの試合ついに始まった。ツッコミどころ満載のギャグ回で面白かったわ。来週の続きが一番の見どころだね。もう6話で折り返し地点だし、真夜中のお茶会には大好きな推しキャラが出るから、残り5話ほんと楽しみ。6話も最高すぎました。シエルの人を見下してる感じの笑い方好きです。来週も楽しみです。6話試合が白熱している一方で、これでもかってくらい豪華なメンバーが続々と登場して胸熱な回でした。やっぱり使用人数が揃ってるの嬉しいね。クリケット大会に臨むシエルがやけに自信満々だったので、どんな秘策があるのかと思ってたら、食事に下剤を混ぜるというこの上なく卑怯な手で笑いました。それにしても粗相をするハーコート君、エッチすぎない？ついに校長が姿を見せたというのに頭に入ってこなかったわ。もう
終わっちゃった。はや、6話はおなじみのメンツが久々揃い言ったね。スカーレット・フォックス亮との対戦は原作読んでると。なんて姑息な。でも、実力見る限りこうでもしないと、お茶会までたどり着けんしな。って思えたけど。クリケット大会では観客に懐かしいメンツがちらほらいたな。ブルーハウスは知力系だから知恵で勝負するということで、オーケストラ打法はまあわからなくもないが下剤はアウトだろう。そしてついに姿を現した校長へ詰め寄ろうとするセバスチャン、鈴木が気になる良い引きだった。6話までで15巻から16巻まで全部入るとは。次回は追跡さえもエレガントなセバスチャン、黒クイズはないか。俺の話は終わりだよ。手船で行っちゃうパパ好きなんだよな笑い。スポーツものはアニメで動くとまた面白いなと思いつつ、全然王道のスポーツしてないの本当面白い。よりにもよってレッドハウスに、というかレッドハウスだからこそなんでしょうね。ハコートキュン笑い。6話完走、ついに始まったクリケット大会。もちろんシエル坊ちゃまが尋常に勝負するはずがない。下剤混入事件からの BGM で打球タイミング指示などやりたい放題である。あ、ハイライトはもちろんジョアン君の粗相シーンです。ありがたや。クリケットって野球に似てるのね。下剤入りミートパイだと、そしてオーケストラ打法。へへ、最後のセバス、イケメンがすぎる。そして父ちゃんなるおきつさん、素敵なほくろでした。好きだ。そうだ、本命は校長との面会だ。すっかり忘れてオーケストラ打法に見入ってしまった。反則ギリギリのところで知恵を絞るシエルの策略は見事です。次は何を見せてくれるのだろうか。なんつうかこう、いちいち泥臭いつうかせこいつうか笑い。めっちゃおもろかった、一生笑ってました。エドワードすごすぎてなんかちょっと泣きました。頑張ってるね。クリケットおもろいな、次回も楽しみ。バルド、フィニ、メイリン、ラウの声も変わってなくて嬉しすぎる。田中さんは麦人さんだ。ゆるいギャグの配分がなんというか、つい見入ってしまったが、クリケットは本来主人公にはどうでもいいのであったな。次回からは後半戦かな。いい話とめちゃくちゃな話が混在しててなんて複雑な30分。いけセバスチャンで終わるのも納得。ブルーハウスが勝ったのに気まずい表情のミッドフォード公爵夫人、そしてセバスチャンお手製のパイに対するカレー、田中の意味深発言、シエルの父ヴィンセントの妹と使用人は王の奇跡の真相を知っている。そうです、ヴィンセントも悪いやつです。面白くてあっという間に6話終わった。6話、クリケットの盛り上がり方がわからんな。でもインドでも盛んだから無視できるようなスポーツでもないんだよな。これがなかったら野球がさらに世界的に普及していたかもしれないとか、まあ野球の先祖なんだろうが。シエルさん即死ですね。パイに下剤混入とは。ブルーハウスの奇跡再び叶うのか、ドキドキワクワクのクリケット大会開始。初戦いきなりの快進撃、いやこれが奇跡、思ってたのと違うけん、アーハーコート。ともかく知恵と小賢しさの集大成で決勝進出おめでとう。懐かしいメンツも出てきて実家のような安心感。はあ、コート先輩なんとも儚く美しい。父と比べて力技な方法も知えるらしい。はあ、コートキュンアニメでもエッティかった。最高。なんかもうドルイット試着好きすぎる。以上、黒執事、寄宿学校編、第6話、その執事、作動、のネットの皆さんの反応でした。過去サファイア寮で奇跡の優勝を成し遂げたのはシエルパパだったようです。うぐん、下水ところ含めてそっくりいいですね。で、シエル坊ちゃんのクリケット大会ですが、スカーレット寮との対戦はやばかったです。レドモンドの必殺打法、無駄に作が凝ってて逆に笑えてきますよね。ハートコート君は強く生きてほしいです。下剤入りミートパイを食べさせて全員リタイアとかいう鬼畜の所業で勝ち上がるシエルたちサファイア寮。グリーン寮との決勝もだいぶ白熱した駆け引きが繰り広げられてる中、ついに校長が登場しました。次回の展開がどうなるか気になりますね。このチャンネルではアニメに関するネットの皆さんの反応をまとめて動画にしています。面白かったと思ったらグッドボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。よかったらコメントもたくさん書いていってくださいね。
では、今日はこのあたりで、また次回の動画でお会いしましょう。